間違いなく慶応決着で楽しい結末が待ってると思うんで、見逃さないようにずっと見てみてください。先頭だ。北九州から来ました松井です。一分投げ話すことないですね。誰でもいいんで開いてください。ブレイキングラウンド、あの松井選手の来ましたな。それでは第9試合青コーナー先頭選手の入場です。おい、そこのお前、ヤンキーぶったところで本当は陰キャのバレてるぜ。まあでも悪ぶったところで、さあ、あのもつ鍋先頭というレペゼン行きつけの美味しい塩もつ鍋屋さんのお店を背負って今日来てもくれてます。つい最近キッチンが炎上したそうです。効果はもつ鍋屋さんも出てくるんですね。そうです、ね、もつ鍋屋さんが格闘技に出てきてるという。もうアンチ見てるか、もつ鍋屋さんも出てくるからなすごいんだからな。しかも強いからな。ちなみに鮮度はめちゃくちゃうまくてレペゼン結構行きつけなんで、皆さんも聞いてください。大名にあります。続いて赤コーナー松井選手の入場です。この選手めちゃくちゃ王子の時、いやめちゃくちゃ強かった。めちゃくちゃ熱いかって書いてある。うわっ、ああ本物だ、本物や。ダメダメダメ、本物だ。ああ本物だ、本物だ、本物だ。もつ鍋屋さんと本物の戦いだ。出てきちゃダメな人だ、本職の人だ。これは絶対にそう、絶対にそう。はい、ブレイキングラウン松井選手のご兄弟です。はい、本物です。もうやっぱオーディションの時も一人だけオーラが違いました、正直で、はい、またチーコングさん。さあ両選手中央の方にいいですか。こちらの試合も2分間キックボクシングルールになります。楽しみですね。くちゃくちゃやっば、威圧感、威圧感やっば。それでは第9試合、大丈夫ですか、お互い両選手準備。第9試合、仙道選手 VS 松井選手、レディーファイト。おっと、意外と持つ鍋屋さん、持つ鍋屋さんが強い。持つ鍋屋さん、いや、でもやばい、やっぱりあれは当たるとやばいタイプのパンチだ。俺にはわかる、あれは当たるとやばい、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 あれは当たるとやばい、やっぱり当たるとやばい。松鍋立って、松鍋立って、やっぱりあれは当たるとやばい。松鍋立って、立って、ナイン、終了、終了。やばすぎるだろ。スタートはすごかったのよ。いや、全然先頭さんもやばかったっすよ。わー、いやー、すげえ。やっぱり入れ墨ってイメージ通りだ。まず、こちらで先頭さん選手一言、いいですか。あ、ありがとうございました。ちょっとすいません、頭回ってなくてちょっと喋れないんですけど。最初待ってたよ。もつ鍋先頭よろしくお願いします。素晴らしい戦いでした。本当にありがとうございました。すごいな。すごい。松井選手。今日はありがとうございました。そのやめてください。こちらの最初。最初ね、ちょっと食らっちゃったけど、まあまあ一発あれば勝てるんで。一発がやばかった。いや本物や。次もまた何かあれば。よろしくお願いします。以上の選手に大きな拍手を。ありがとうございました。僕たちの結末ですよ。かっこいい、怖え、怖えけどかっこいい。やっぱり本物が勝つんですね。はあ、はあ、はあ、びっくりしたっすよ。みんなが結末だからな。おお、肩組むぐらい仲いいぞ。おかえりな、こういうのね、肩組もうなって話したもんな。アンチなんてね、こんぐらい仲いいんだからな。すごいだろ。やばい、あの笑顔がめっちゃいいね。怖いのに。めっちゃいい。絶対次もやりましょう。
絶対に優しそうなのがいいっすね。